株式会社佐竹は、広島県東広島市に本社を置く、食品産業総合機械及び食品メーカーである。コーポレートメッセージは、明日を作る力創業者の佐竹リーチが、1896年に日本初となる動力製米機を考案し、販売したことが始まり、以来主に国類加工の分野で成長してきた企業である。 また二代目社長の佐竹俊彦が発表した、生国理論は今日まで、精米技術の基礎となっているなど、食品加工機械の先端技術を開発し続けてきた。また、西条の酒造メーカーとともに、西条酒のみならず、日本の酒造業界、特に銀城酒の発展に貢献した企業である。1995年からは、湯を注ぐだけで食べられる、マジックライスなど、 食品の開発、販売も行っている。広島大学にある佐竹メモリアルホールは、広島大学創立50周年を記念し、同創生や佐竹をはじめとする企業の寄付、により建設されたものである。佐竹利氏佐竹代表、2016年2月3日閲覧。佐竹代表、佐竹利氏氏が乱受報承受賞。2016年2月3日閲覧。 ABC 株式会社佐竹第81期決算広告佐竹創業者佐竹リーチ生誕150年を迎える不屈の魂で日本初の動力精米機を開発2016年2月3日閲覧美味しくて光沢のある白米を生み出した佐竹敏彦の精米機人生2016年2月3日閲覧広島大学佐竹メモリアルホール建設の経緯 広島大学、2016年2月3日閲覧、米の性質分析、佐竹、2016年2月3日閲覧、米の食味分析、佐竹、2016年2月3日閲覧、ありがとうございます。